おじさんと、ごめんなさい、お兄さんとサンダードラゴンで戦うところなんですけど、そこで俺がラップをするんですけど、緊張しちゃってできなかったりするから、ちょっとやっていけたらなって。そうなんです。ウィンクするとあの君のためのところがもう最高でした。未来はもう君のため。死ぬと思います。緊張しすぎて、はい、頑張ります。今回はお腹痛くありません。わかんないですけど、まだそうまあ、そうきっちょっとさっき裏上がっちゃった。めっちゃ緊張するんですけども、まあ、やっぱファンの皆さんもとても楽しみにしてるって言ってくださってるので。大丈夫大丈夫、お前ならできるよ。お前ならできる、できるできる、はい、できます。やっぱり僕はソウルファックプロジェクトの最後の担当ということで、一番緊張したんじゃないかなって自分の中で思っていて、僕は歌ってる時もみんな、なんだろうな、聞き込んでくれて、すごく歌ってて、とても、ああ、歌ってよかったなって思いましたし、まあ、僕の思いは伝われたかなとは思っております。いつでも帰る。